石岡市日立ふどきの丘のあるあるを午後よー。茨城面白茨城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 まあ、ここはね、はい、あの本当に遊べる広場があったりとか、はいはい、こう歴史的なね、うん、建物のとこがあったりと、うん、まあ、いろいろありまして、まあ、一番このね、はいはい、獅子頭、獅子頭すごいよね、でかい。ここで、うん、やっぱ我々結構何回も来たことありますから、ここのあるあるを5個言おうじゃないかということで、はい、早速5個見つけたいと思います。いきまーす。じゃあ1個目いいですか。もうやっぱりこの獅子頭の、はい、はいはい、にまつわるあるあるなんですけど、やっぱね、こんだけ立派なんで日本一の獅子頭らしくて、はい、まあ、ここで写真撮りたいじゃないですか。撮りたい。で、ただここにね、こう目の前すぐ階段になってて、はいはいはい、あの高い位置にこの獅子頭あるんですよ。あ、そうですね、こう、はい、こういう感じだもんね。そうそうそう、はい、こっち下で上がってきて、これがここに立って記念撮影しようとした時に、どうしても下の角度から撮るようになって、うん、みんな真正面から撮りたいけど撮れないっていう悩みに陥る。矢部さん、はい、あるあるそうでしょ。あるある、これそうだね、ね、これで、ね、こう来たらじゃあこのここだと今確かギリギリのところに立ってくれてるんですよ、はいはいはい、これだと多分獅子頭が全然入ってなくて、うん、でせっかくだから獅子頭全部が入れたいじゃん、うん、そしたら下がらなきゃいけないんだけど、下がると今度の階段で下に降りなきゃいけなくて、ね、正面から撮りづらいんですよ。いやー、これはでも撮りたいからね。そうそうそう、だからこそね、1個目ありがとうございます。行こう、いいね、幸先。はいはい、ぜひ皆さんこれ生で見に来てほしい。残り4ついいね。2つ目いいですか。あ、はいはい、今僕渡ってるこれ橋、はい、これね、これ金龍橋っていう橋あるんですけど、はいはい、雰囲気に合わせて木で作られてるような感じだったり、はい、そうね、でパッと見もこう新しいっていう感じじゃなくなってるじゃないですか。年季が入ってる、そうね、歴史を感じる橋ですよ。橋なんですけど、パッと見ね、はい、なのでちょっと渡ると、はい、すごいちょっと怖いのかなって思うんだけど、はい、渡ってみると全然怖くないっていう、ね、あ、確かに。なんかもっとギシ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 落としたり、なんなら揺れたり、あ、本当だ、しそうなんだけど、すごい安定感で全然なんか多分現代の建築技術をしっかり使った橋なおかげで全然怖くない。あるある、ありがとうございます。いや、これしっかり木でね、そうなってて結構まあ年季入ってますよ、うん、でもなんか揺れない、こう揺れたりするイメージあるわ、ね、全然揺れないです。あとメキ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 ってね、もっとギシギシ言いそうなんですけど言わないわ。そうすごい、ね、確かに安定してる、うん、平成7年に作られたものらしい。あ、じゃあ結構経ってるね、やっぱね。まあそう、経ってはいるね、うん、とはいえまあ言っても平成の技術ではあるなっていう感じですね、まあまあまあ、じゃああと3つですか。はい、あと3ついきましょう。いきましょう。今ちょっと、はいはい、お手洗い使わせていただいて、はい、これあるあるじゃないかなっていうのが1個あるんですけど、はい、ここにお手洗いあるんですよ。はい、トイレあるよ、はい、ね、でまあこう古めかしい建物の感じ、あ、歴史ある、歴史ある感じじゃないですか、はいはいはい、なので、はい、こう台の便器がですね、はい、和式かと思い込んでたら、うん、デカデカと、うん、洋式って書いてあってびっくりするあ、ここ洋式なんだって思っちゃう。あ、山さん、はい、あるある、ありがとうございます。まあね、一応トイレの中なんで、うん、撮影はしに行きませんけど、はいはいはい、これは見に来てほしい。なんならウォシュレットまでついてる。はいはいはい、はい、もう二重の驚き。だってこれよ、この瓦の、ね、はい、あるあるです。これ3つ目かな。そうですね。お、あと2つですか。残り2つです。ほら、あっという間ですね。はいはいはい、ちょっと僕もいいですか。お、これはね、はいはい、見てください、あちらの電話ボックス、はい、はいはいはい上の屋根見て、これ、はいはい、これみんなあるあるだと思うんですけど、はい、最初来たらびっくりするっていう。いやー、確かにあるある、いいよね、電話ボックスにまでこんな演出がと。そう、これは最初来たらびっくりするよね。確かに、で写真撮りたくなる、撮りたくなるね。この何、電話ボックスのためだけに作った屋根っていうことだもんね。最適、絶対そうでしょ。うん、いや、いいよね、こういうのね。確かに面白い演出、うん、スマホ持ってるし、
あの電話ボックスに用事はないんだけど、うん、中に一回入ってみたくなるよ、ね、確かに、ね、用事ないんだけど、ね、うん、よっしゃ、はい、あと1個残り1個ですね、よっしゃ、行こう、はい、行きましょう、ラスト5つ目いいですか。お、なになになに、この地図をね見ていただきたいんですけども、はいはいはい、我々ね、最初はね、はい、獅子頭展望台、はいはいはい、これを見たくて来たんですよ、はいはいはい、だけどこっちの駐車場に止めちゃったんですよ、あ、はい、あ、駐車場問題ね、結構距離あるんですよ、はいはい、獅子頭だけ見たい人はここにも駐車場があるんで、もうすぐだもんね、そう、こっちに止めた方がすぐ見れるんですよ、あー、これはね、こう、あの、はいはいはい、日立不時の丘だけで、うん、検索して、はいはいはい、地図で来ると、うん、そういうことが起こりうるんで、しっかりあのここのね駐車場が2個あって、こっちの方が獅子頭には近いぞっていうのは知っといていただきたい、あるあるあるありがとうございます、いや本当そう、これだ、結構ね広いんですよ、この不時の丘が、まずかなり広いです、大抵よりなんか獅子頭の近くにこのちびっこ広場もあるから、そうだね、遊具があるから、うん、こっちのは多分、ね、多いかもしれないですけども、うん、こっちがね出てきちゃったりするんですよね、そうなんだよ、地図アプリによると、本当に、いやある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 、お気をつけてください、ね、いや出ましたね、はい、ということで日立不時の丘あるある5個達成、いやなんか思ってる早かったっすね、そうっすね、うん、本当ね、でもこの不時の丘は、はいはい、春はね桜がすごいんですよね、なんかいろんな種類の桜があって、うん、結構長く楽しめるらしいですから、ぜひでございます、はい、そしてですね皆さん、うん、今回の不時の丘のあるあるの感想、はい、あ、感想、あるいはこれもあるあるじゃないですかとか、うんうん、ありましたらぜひコメント欄にお願いします、そしてですね、はい、茨城県内で、うん、ここのあるあるやってほしいというリクエストもありましたら、気軽にコメント欄の方にコメントの方をお待ちしております、お願いします、ということで皆さんぜひね日立不時の丘に遊びに来てください、オス天銀からのお知らせです。現在水戸駅北口ビストロ居酒屋食堂ヘイとコラボ中、会計時にこちらの画面を見せますと 5% オフになります、何人でも何回でも使います、ぜひ使ってね、この画面をスクリーンショットして見せても大丈夫です、ぜひスクリーンショットしてください、してますか、してます、え、何その、してない人いたから今、あ、いた、いた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 、どうしないと、最後までご視聴ありがとうございます、ありがとうございました、チャンネル登録高評価グッドボタン拡散お願いいたします、お願いいたします、うん、いや本当広いからね、そうですね、ウォーキングでもいいよね、ウォーキングいいよ、あの高低差もあるから、うん、そうね、程よくこう疲れるというか運動になる感じ、はいはいはい、のんびりしながらいい運動ができると思いますよ、いいね、はい、皆さんぜひぜひでございます、そうですね、お願いします、ゴミを捨てないように気をつけてください、その看板が多いって笑っちゃったね、結構ありましたね